はい、今回は、懐かしいな。確かに今頑張ってんじゃないの？どっかで。どこか知らんけど。オーリエですよ。いたよね。これどこに撮ってるのかどっかにいたよな。その感じは覚えてるわ。能力高いよね。まあスペシャルですからね。そう、サイドバックやってね、コート自慢。だから日本代表とも対戦してるよね。2014年か。あ、でも30オーバーか。セルジオに。やられたね、2014年は。こいつのクロスかどうか知らんけど。やられたのは覚えてるわ。見てみましょう、オーリエちゃん。オーリエちゃんは、現在、ノッティンガムフォレストなんや。すごいじゃん、頑張ってんじゃん。コートジバール代表、85キャップ。えぐいよな。えぐすぎ。空き巣なコートジバール人ね。いや、これあれだよね。多分2014年やってるよね。間違いなく。ねえ、ザッケローニがもう、さっぱりやったから、ポンコツやったからね。あんなポンコツやとは。がっかりよ、マジで。全員がね。2010年、あ、そうね、出てるよね。ああ、フル出場してるね、やっぱり。アシストが2ってことかな、これ。アシストしてるってことね、やっぱり。クロス上げたのとオーリエってね。それ以外ではワールドカップ出てるのかね。2018年はワールドカップって出てたっけ？ワールドカップ出てなかったのか、コートジバール自体が。この前のワールドカップは、コートジバール出てたっけ？2022年は出てなかったのかな？はい。まあ、2014年だけですけど、ワールドカップ出てると。すごいじゃんと。で、今シーズン、あ、ノッティンガムフォレスト出てませんし、すごいじゃん。頑張ってんじゃん。もともとは、ランスのユース出身と。そして、トゥールーズ、PSG、で、トッテナム。ビジャレアル。まあ、ビジャレアルも行ってんねや。トッテナム結構長かったイメージだね。4年か。で、ノッティンガムフォレストに来たと。ノッティンガムフォレストね、今、どこだったっけ？ギリシャかなんかの大富豪がなんか買収してんよね。だからスーパースター買い漁ってるよね。まあ、オイルマネーほどじゃないけどね。いやー、ザックやられたね、こいつに。